パム・ドーバーはアメリカ合衆国の女優、声優、ファッションモデルである。1951年、ミシガン州デトロイト生まれ、父親は広告アーティストだった。地元の高校と大学へ進学し、学生時代からモデルとして活動を開始。その後、ニューヨークへ渡り、本格的なファッションモデルとして活動するために、ミルヘルミーナモデルズへ所属し、 コマーシャルなどへも数多く出演した。演劇の経験もあまりないにもかかわらず、ゲイリーマーシャルの目に留まり、オーディションなしで出演が決定した、テレビシリーズ、モークミンディへの出演で、知名度も上がり、モデルとしてではなく、女優としての仕事が本格化された。同ドラマでは、ロビン・ウィリアムズと共にタイトルロールを演じており、レギュラーキャストとして4年間出演を果たした。 1990年代に入ってもテレビドラマを中心にキャリアを重ねており、近年では声優としてもテレビアニメに声の出演をしたりしている。俳優のマーク・ハーモンと結婚、二人の息子を設けた。長男のショーン・ハーモンは父親が主演する NCIS ネイビー犯罪捜査班で俳優デビューを果たした。ありがとうございます。